皆さん、こんにちは。ティンダーの宮空母キングタクです。カーナビ、略さずに言うと何でしょうか？カーナビゲーションシステムなんです。これ人工衛星 GPS 衛星ので車のいる位置に特定し、交通状況、地図のデータを合わせますね。はい。モニター画面あっても、現在地を調べても、地図と照合、そして、モニター画面、たまにない場合もあるので要注意を。はい。道案内できます。はい。便利な機能です。まあ、カーナビ売ってますね、どこだって。はい。原理手数料はどこどこが負担します。はい。これね、人工衛星から、まあ、囲むそうです。今はスマホの時代なので、スマホでも見られます。はい。どこにいるかわからない。GPS、つまり、どこで特定されるか、家族の居場所、迷子いない場所、わかります。はい。すぐわかっちゃうんです。これで、ね、昔と今全然違うものでございます。トンネルの中でも、全然平気。カーナビを始めたのは1990年の日本自動車メーカーで世界で初めて発売したそうです。これは、おったまが以上です。バイバーイ。